はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は幽体離脱で筋トレはうまくいくというちょっと意味深げなタイトルになってますけども、決してね、ちょっと変な方向の話じゃないですよ。まあ、幽体離脱といってもね、自分をねきちんと客観的に見れるかどうかなんですね。特に後ろ側の筋肉、肩の後ろ、背中とかお尻とか、その辺の筋肉っていうのは、まあ、もうそもそも見えないわけですから、なかなか意識をしづるわけです。で、背中のこう、前髪になっているベントオーバーローですね。バーベルを持って背中をね、こう、ぎゅーっと寄せていくような運動ですけれども、その運動してるときに、やはり、なかなか意識がしづらいんです。どうやっていいかわからないという人がやっぱり多いんですけれども、目の前の鏡があって、目の前にあるのは、まあやっぱり肩がね、こう動くかとか、その辺を意識はできるんですけど、本当にね、肩甲骨が寄ってるか、一つずつ筋肉が寄ってるかというのはなかなかイメージできないんですけど、一度ね、まあ、本当は一回鏡を見ればいいんですけれども、まあ動きだけね、こうチラッと見た上で、実際やってる時に自分の目は一応ここ見てるんですが、頭のね、この辺で、この後ろのこの辺から自分を見てる感覚も持ってほしいんですね。目の感覚だけで、頭の中の想像として自分のこの斜め後ろぐらいに自分がいる感覚で、その映像をイメージしてできているかどうか、肩の後ろなんかのその後ろの方に自分がいて、客観的に見て、もうここから幽体離脱って幽体離脱して、上から見てる感じでここに伸び縮みしてるかどうかを意識していく。お尻も同じですね。お尻で、ワンレグデッドリフトやっていくときも、前からの、情報だけじゃなくて、横からですね。横からの映像をイメージしながら、横から自分で見てる感じの映像をイメージするんですね。最初はね、鏡を見て横向きのところを、確認すればいいと思うんですが、実際には重りを持ってると横を見ることはできなかったりするので、最初に動きを少し確認したら、前を見てるんだけども、頭の隅の方で横から見てる自分を意識していく。そういったね、自分が幽体離脱して、で、そのとこから見てる映像を、こう横からだったり後ろからだったりというのをイメージしながらやると、もうちょっと意識しやすくなります。後ろがね、やはりね、意識しづらかったりするんですよね。これ、結構デスクワークで、こう、目の前のパソコンと指先のここだけずーっとやってると、指先とここだけ、ここの間だけ、すごく感覚が、研ぎ澄まされていって、今の、客観的に遠くから見るとか後ろ側っていうのがすごくできなくなってくるんで、そこね、ちょっと遠くから見る練習をしてもらえると、後ろ側の背中とかのトレーニングっていうのはもっともっと効果が出るようになってくると思うので、目の前だけじゃないです。目の前だけじゃなくて、後ろ側からのイメージをしっかりね、自分がの、もう一人の自分が見ているという感覚を作ってほしいと思います。それによって綺麗でかっこいいね、後ろ姿を作ってもらいたいと思いますので、頑張っていきましょう。パーソナルトレーナーのゆうじでした。